今回は冷戦構造の変化と日本の独立後の体制変化です。この後の55年体制を理解する上でベースとなるので、今回の要点や流れを頭にしっかり入れて次の動画に進むのをお勧めします。ではまずは冷戦構造の変化について、朝鮮戦争が終わっても米ソの軍備拡大競争は原爆から水爆、大陸間弾道ミサイルへと移っていきます。この終わりの見えない核開発競争に対して、1953年ソ連のスターリンが死去したことにより、 総裁対立を緩和する動きが生まれましたこれを雪解けと言いますそれを象徴する出来事として1955年にジュネーブ四巨島会談が開かれました参加した国はアメリカ、イギリス、フランス、ソ連ですアメリカとソ連は首脳の名前も暗記しますアメリカはアイゼンハワーソ連はフルシチョフです何か具体的に決まったわけではなかったのですが世界に向けて冷戦構造の変化緊張の緩和を印象付けた出来事でしたソ連ではスターリンの死後フルシチョフが 東西平和共存路線をを打ち出ししてて1959年に訪米してアイゼンハワー大統領と首脳会談を行いますそして、1963年、部分的核実験禁止条約、PTBT、1968年、核兵器拡散防止条約、NPT が調印され、具体的に核軍縮交渉が始まりました。部分的核実験禁止条約は、地下を除く大気圏内、宇宙空間及び水中における核爆発を伴う実験を禁止するという内容です。 国はアメリカ、イギリス、ソ連の3カ国です。核兵器拡散防止条約は核軍縮を目的にアメリカ合衆国、中華人民共和国、イギリス、フランス、ソ連の5カ国以外の核兵器の保有を禁止するという内容です。軍縮に向けて動きながらも競争は続いていて、宇宙開発競争もありました。1957年にソ連が人工衛星スプートニックを打ち上げ、アメリカをはじめ西側諸国に衝撃を与えました。これをスプートニックショックと言います。アメリカも もう1969年に宇宙船アポロ11号による月面着陸を成功させました。また、1960年代には両陣営内で変化が起こり、多極化が進み、各陣営のリーダーに足並みを揃えて従っていくという流れに変化が現れました。ヨーロッパの西側諸国は、第二次大戦後、台米依存のもとで復興を進めていましたが、ヨーロッパでまとまる地域統合の動きが出てきました。そこで、ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体 ECSC、ヨーロッパ経済 共同体 EEC ヨーロッパ原子力共同体ユーラトムが成立し1967年にヨーロッパ共同体 EC が組織され国家の枠を超えて経済統合を進め自立を図り始めます東側陣営ではソ連・フルシチョフがアメリカ・アイゼンハワーと会談を行った影響で中蘇対立が表面化しました中国は1964年に核実験を成功させ1966年には文化大革命を開始します文化大革命ですごくざっくり言うなら 毛沢東と敵対するあらゆる勢力をやっつけて独裁体制を整備することとなりましたそしてこれまでは西か東しかなかったところに新たにどちらにも属さないアジアアフリカ諸国の第三勢力が出てきました戦闘に立ったのは中華人民共和国のシュウ首相とインドのネルー首相です1954年中国とインドはシュウネルー会談で平和五原則を決めます平和五原則は領土主権の尊重、相互不可侵、相互内政不干渉、平等 平和共存です。翌年の1955年、中国、インドを中心にアジア・アフリカ会議が開催されます。集まった新しく生まれた独立国家たちは、植民地主義反対、基本的人権の確立、民族自決、核兵器の禁止、全面的軍縮を主張し、平和十原則を盛り込んだ宣言を発表します。1960年代には、アジア・アフリカ諸国が国連加盟国の半分以上になり、無視できない勢力となっていきます。冷戦の代理戦争と言われた ベトナム戦争もここで触れておきますベトナムでは日本の降伏後、第二次大戦前にフランスが植民地としていた背景から植民地を回復したいということでベトナム独立同盟のベトミンと戦いを続けていましたが、1954年のインドシナ休戦協定によりフランス軍が撤退します。その後も南北分断のもとで内戦が続きます。1965年からはアメリカ、中国、ソ連がバックに次ぐ形で南ベトナムと北ベトナムでベトナム戦争が行われます。 ベベトトナナムム戦争は年のベトナム和平協定により終結しましまた日本はこのベトナム戦争で特殊景気を体験します。日本では高度経済成長も重なり、この時期の高景気をイザナギ景気と呼びました。では、独立後の国内の体制変化についてお話しします。1952年のサンフランシスコ平和条約の発効は、GHQ の指令で制定された法令が無効化されることともなりました。労働運動や社会運動を取り締まる法令を整え始め、 1952年5月1日の地の命令事件をきっかけに7月破壊活動防止法を成立させますこれは暴力的な破壊活動を行った団体を取り締まるというものでその調査機関として公安調査庁を設置しました命令とは労働環境の改善などを目的にデモや権利要求を行うものですがこの時の命令は安保条約反対の主張や逆コース批判などの不満が高まる中で大規模に行われ死傷者も出るような命令となりましたそれでも逆コース の流れは変わらず1952年は海上警備隊が新設され、警察予備隊も保安隊に改組されます。アメリカの再軍備要求はさらに強まり、1954年に MSA 協定を締結します。これにより日本はアメリカの兵器や農産物の援助を受ける代わりに自衛力の増強を義務付けられ、1954年7月に防衛庁を新設し、防衛庁が統括する形で保安隊と警備隊を統合して自衛隊となります。自衛隊では陸海 空が揃っていますまた、それまでの自衛隊警察を廃止して新警察法により警察庁指揮下の都道府県警察からなる国家警察に一本化し警察組織の中央集権化が図られました。一連の吉田内閣の動きを見た社会党、共産党、総評党の革新勢力も逆コースと捉えて積極的な反対運動を組織しました。そして安保条約によって占領期だけだと思われていた米軍の駐留が続くことになり基地を提供している地域の人々の反対運動 が起こります石川県の内灘事件、東京都の砂川事件です。ここからアメリカ軍基地反対闘争が全国に広がっていきます。他にも第五福竜丸事件をきっかけに原水爆禁止運動も全国に広がりました。第五福竜丸事件は1954年3月1日、ビキニ干渉で行われたアメリカ軍の水素爆弾実験により発生した多様の放射性降下物を浴びた遠洋マグロ漁船。第五福竜丸の船員が帰国後に死亡したり死なないまでも 健康被害を受けた事件です水爆実験の危険区域外で作業をしていたにもかかわらず実際は被爆してしまうという事件で他にも多くの人が被爆したとされている事件ですその結果唯一の被爆国日本被爆地である広島で1955年に第1回原水爆禁止世界大会が開かれましたこのようにアメリカ寄りの政治を行う吉田内閣に対して不満が高まる中政治の世界でも流れの変化が起きますサンフランシスコ平和条約の発効の前に 戦争を主導したとして戦前の政治家たちが公職追放されていたのが解除となっていくと鳩山一郎、石橋炭山、岸信介らの有力な政治家が政界に復帰して自由党内でも吉田首相に反発する勢力が増えていきましたはい今日はここまでです次回は五十五年体制の成立を扱いますお疲れ様でした